今ネタでチェーンつけてるんですけど、うん、チェーンつけ方わからんって人めっちゃ多いと思う。僕もつけたこと。俺も知らんもん。で、うん、DVD があんねん。 DVD が入ってんねん。あ、なるほど。ただ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 長いからもう俺が瞬殺でもうつける方法教えてあげるから。あ、なるほど。チェーン出すやろ。出して出しました。こう見たらさ、はい、裏元あんねん。はいはいはい。鉄ついてる方が、はい、タイヤの外に来る方。なるほど。地面に噛む方。はい、なるほどね。だからこう鉄を下向けると思うやろ、うん、このまま行くね。え、こうワイヤー通ってる方がタイヤ側。タイヤ側。うん。えってなるやろ。俺もえってなったもん。うん。どういうこと。でわーって行くやろ。そうするんや。ほんで奥の方に行くんや。わー行くやん。押したらちょっと向こうにスンって押すね。この方にスンって押すやん、うん、ここからスーッと裏。あー、なるほど。でここをレバーをカチンとしてカチンって。おお。じゃあここの面がスパイク面ってなるやん、うん、確かに。こうするやん。そしたら下からこの部分持ってくるやろ。一回上寄せる。はい。上止めるやん、これな。そしたら余ってる部分ググググってこうやって寄せてくんねん。これ力づけでやるもんちゃうで。ググググって寄せてくんねん、これ余ってる部分を、うん、ちょっとでもこの持ってくんねんな、うん、であとはこうやってここから引っ掛けるだけ。おお。ここを、うん、はいはいはい。でここがうまいこと引っかからんときは絶対どっかに余ってるから。あ、またグググを生徒。そう、うん、なるほど。もしたらこの金玉、金玉ね、金玉でガチャンって。そんな馴染みないけど。え、でこれは回し切ってガチョンってあるわ。ガチョンがあんねや。ガチョンってあるわ。あ、ガチョン来たな。あるやろ。これを、うん、ガチョン、うん、そしたらもう OK よ。あ、これ OK なんや。 OK。 早いな。早いやろ。確かに。え、これジャッキやっぱせなあかん。いや、いら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 。あ、せんでいい。今日は持ってきてやってるけど、もうタイヤ地面ついてるから。今ついててもいけるから。ジャッキアップした方が多分つけやすいけど、だるいから今日はたまたま持ってきてるからかましてるけど、あっちもこんな感じでつける。だからやってみよう、はい、ジム、はい、あ、ちなみに外すときさっきの逆順こないして、はい、カチョンやって、うん、カチョンやって、カチョンやって、カチョン言うたね。カチョンやって、はい、ほんでここね、はい、クイッと。なるほど。ちなみに外すところはこの、うん、ここの反対、なんつったんやろ、タグがついてるわ大体。ちなみにこれがなんか安全規格の何かだと思う、確か。ほんで今度こっちを外す。下外したら緩むから。で、緩むやん。はい。じゃあ今度奥のやつをスイッチ持ち上げてカチャンってして、まあもうこれ、そうやないですか。そうやんって感じです。なるほど。もう DVD 長いから。 DVD 長い長いで、 DVD 見てもわからんかった。説明書見てもわからんかった。どうやって分かって、もう結局自分でつけて分かった。自分つけて、ああこうか。ああなるほど、うん、説明書書いたのはそういうことか。出かける前に一回やった方がいいね。そうっす、ね、マジでそうっす。うん。じゃあやってみんか。分かりました、うん、つけてみよう。いいっすか。うん。この鉄は外なんですよね。じゃあ、OK？ え、逆テレコや。テレコか。こいつのこうするの。こうか。でこう下入れるんですか。そうしようみたいな。このチューブがタイヤ側な。で爪が上に来るようにピンピンいうか、はい、でイメージとしては、はい、こことここ持つやん。こことここ持つ、ね、縄跳びみたいな感じで、うん、こう向こうのタイヤのシャフトのとこにコンと当てるイメージで持ち上げる。ちゃうね、一回そう送り出すね。そうそうそう。あ、こういうことか、うん、送り出してこうの、そう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 、あ、こうね。うん、そうそうそう。奥を、奥を、あ、こっちをカチョンか。けど今さ、はい、奥のワイヤーがさ、はい、下に地べたについてタイヤに引っかかってる状態ね、はいはい、それを持ち上げてタイヤのシャフトのとこまでスコンって上げてる感じ。こうやって持ち上げて。じゃあ今その金具届かんやろ。届かんすね。やろ。俺あのチェーンつけるん手伝うおっさんの気持ちわかるわ。なんていう、イジイジイジつけとる子おったら、うん、カセーってなるな。なるほど。ちゃうねん。だからこれ今これは、うん、こっちで説明したのは、はいはいはい、おるやん。はい。押したらこう入れてきたやん。はい、うん、ピンが上。はいはい。あ、ピンが上ね。うん。タイヤ側、タイヤの外側に、はい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 、チューブね。はいはい。こう入るやん。はい、入ってきます。わーって入ってくるやん。はい、はい、来るやん。はい、うん、押したら何が起こってかっていうと、はい、こう起こしてくんねん。で、はいはい、このシャフトにカコンって当たるぐらいのところで、この真ん中がってことか、はいはいはい、そう、ここでカチョンってしてんねん。なるほどな。そしたらシャフトにカコンって当たってるやつをストンって落として、はいはいはい、でこうやるやろ、はいはい、押したら来るやん。押したらもう今度は上の部分を一旦引っ掛ける、はい、こうな、カチョンって、まあ、引っ掛かったら下を寄せ寄せして、はい、ガチョンって。こっちが車側やね。そう、車側、うん、イメージできた。ここは当てなあかんかった。そうで、ここで、そうそうそう、ほんで向こうのシャフトにカコンって当て持って上げてくる、じわって。そう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 、こうやろ。こう当てつつ、当てつつ、ほら届かない。ほら、おお、来た。うん、
ほんならその赤いレバーを起こして、起こしてか、起こすね、うん、こっちか、手前に起こし て、 こして入れる、入れてロックする、これでオーナー抜けへんすね。でこれを簡単っすね。でこう、はいはい、で上を止める、うん、そこかます、うん、かましてでそこ入れた、うん、そうそう、はいはい、入れたらクリッて回した。そしたら向こうに絶対余ってる分があるから、はいはい、うん、そいつをグリグリってちょっと送り込む感じ。下同士めっちゃ遠いやろ今。遠いです遠いです遠いです。遠いやろ。これいける思うやろ。はい。こいつちょっとこうやって送ったんね。奥にするんや。でここに余ってるやつらをグッグッって立って、で下をなんかイメージしながらやった方がいいね。こうか。届くか。もうちょいっす、ね。無理やろ。はい。結構むずいっす。ここ、こういけるんや。あ、そういけるいけるいける。ほんまや。そうそうそう。ここまたおる余っとるやろ。そうそう、余ってる余ってる。じわじわじわ余っとるやつ、余ってるグッていったら寄せてきたら、おおおお、寄ったやろ。で、最後そこちょっと気合でグッて。でもそれでいける、もう OK。 これ OK ですか、うん、おお、これでいける、ほら入った。で、あとこれですか。そいつで、もうバチコンバチコンバチコン。これ何やったっけ。金玉、金玉を、こう、おお、ここか。ハンドルって書いてある。ハンドルね、硬っ。硬やろ。下が一番硬いですね。最後、最後か。いやだから下を最初にやるもありやで。なるほどね、うん、ちょっと緩めよう。下を結構最初やった方がいいかも。うん、締まりすぎて。そう、締めれへん。すごいからな、ここ。ここはまだ多分やりやすいと思うから。うん、下最初やね。うん、簡単やろ。簡単っすね。すごいやろ、これ。すごいわ。だから俺はチェーンでええやんって思うし、はい、これしかもさあピンもついてるし、で、このゴムのグリップもおんねん、はい、だからアイスバーンでも俺走ったけど、効きょんねんな。あ、効くんや、これ。なるほどな、うん、すげえわ。いや、もう進化してんねん、時代は。俺の友達で、FF 乗ってる子、はい、結構エグいゲレンデホームゲームして、はい、通うときに、うん、1個30秒でつける言うてた。早すぎるやろ。早っ。あの、外にいる時間2分だから寒くないよって言ってた。そ, ずっとそうじゃなくて、そんなレベルがいるんや。うん、だから逆になんかスタッドレスの四駆のやつとかめっちゃ遅いねみたいな。2分待った後のこっちの加速の方が早いから。なるほど。はい、こんな感じでつけれるんで、もう多分前半の僕の紹介だけで多分つけれると思うから。うんうん、であとはあの詳しいコツは後半ジンがつけてるの見たら、ああそういう感じなんやってなるから簡単やから。あの DVD だるいや。うん、チャプターとか。そうやな。チャプターね。参考にしてください。以上、カーメイトのバイアスロン。僕は全然バイアスロンの付け方。これね、ありがとうございます。